期のロッテ山口と安田の成績予想。山口2割6分28本 OPS.843、 安田2割7分12本 OPS.725。 こんな感じやろな。山口は千葉ロッテマリーンズ生え抜き初の30本いけそう。川崎ロッテ除外すると山口2割1分10本30打点、安田2割3分7本40打点。これも全然ある、これも全然あり得るけど、こうなったら再開ポランコダメダメやし、山口8試合で三振1だからもっと率残せると思うわ。でもちゃんと仕上げてきたローテクラスと当たるのはまだ先やからな。3月終盤でも打ちまくってたら30本いけるわ。山口は明らかにフォーム固まってうまくいってるけど、安田はフォームフラフラしてるしダメそう。安田のそれ3年前くらいからずっと言われてませんかね。安田はなんで去年のフォームから変えたのか誰か聞いてほしいわ。安田はゴールデングラブ狙えるやろ。足遅い胸が完成型か。安田は少しずつだが毎年成績上げてるしやってくれるやろ。どうせ山口は2割9分9厘29本99打点の微妙にしっくりこない成績で終わりそう。強化版を待つ。山口は去年と打球の質が全然違う。今年は30打つで。ご視聴ありがとうございました。他の動画もぜひよろしくお願いします。